ミキ・ムステルは、スロベニアのアニメーター、イラストレーター、漫画家、彫刻家、ジャーナリスト、映画監督。一番有名な漫画のキャラクターは、ズビトレペツ、トルドーニャ、ラコトニックで43のエピソードに登場した。彼の作品は、定期的に発行された。ミキは三人兄弟の次男で、ムルスカ、ソボタに生まれた。ミキが2歳の時、家族は、 クルメリアへ引っ越した。そこで弟が生まれた。その後にリブラナへ引っ越し、そこで小中学校に通った。当時、ハンガリーの統治家であるムルスカ・ソボタで母親が働いていたため、第二次世界大戦の時にミキはムルスカ・ソボタの高校に行った。第二次世界大戦後、ムステルはウォルトディズニーのスタジオに就職したかったが、鉄のカーテンのため、 アメリカへ行けなかった。当時、ユーゴスラビアは、ヨシフ・スターリンの影響力が及んだため、アメリカのキャラクターが禁止されていた。ムステルが40歳の時に、彼の初めてのアニメ映画が放映された。1973年に、ムステルは西ドイツへ移住し、ミュンヘンにあるババリアフィルム社に入った。1991年に、スロベニアがユーゴスラビアから独立した後、 ムステルは、マグという雑誌でカリカチュアを描いた。ルブリャナ大学美術アカデミーで彫刻を学び、卒業した。1952年から1973年の間、雑誌、スロベンスキ・ポロチェバレツで、記者とイラストレーターとして働いていたため、その雑誌で漫画を書く機会があった。その雑誌の漫画が本の形で出版された。子供によく知られている絵本は、 メドベデク、ニーバ、ルピニツァ、ミツバチ、マーヤ、ステゾスレデツ、スネジェク、スコズイプスキニエインゴシュチャボなどである。1973年にミュンヘンでアニメ映画を作り始めた。ギジェルモモーディオに触発されて作った映画が有名である。子供向けのアニメも作った。1967年から1990年までアニメを用いた CM を作った。 ドイツに住んでいた頃も漫画とイラストを作り続けた。加えてカリカチュアも長期にわたって作り続けた。スロベニアにおける漫画とアニメのパイオニア的存在である。2014年にスロベニア大統領ボルトパホルが文化勲章を授与した。同年12月、新聞記者と雑誌の記者の協会からもその作品に対して勲章を授与された。 2015年2月7日、プレシエレンの勲章を授与された。2018年5月7日に死去。92歳を打つ。ありがとうございます。